吉井哲則です。所属が、廃刊行 DPW 廃刊行です。今8年ぐらいですね。はい、宅内の、水回り系、キッチン、お風呂、トイレの全般的なあのメンテナンス、修理、あと、まあ、座間ですとか相模原の、給水ライン、まあ、地面に埋まってる大きい缶です。そういうのが、パンクして吹いてしまったら、それを修理するっていう感じの、まあ、配管工っていう職種が結構いろいろ多岐にわたって仕事があるので結構幅広くやってる感じです。パワーマンの仕事は、まあ、現場で、まあ、修理する箇所があったりしたら、まあ、どういうふうな感じで直していくのかと、あと他の他ショップが絡むときはそことの連携で打ち合わせをしたりですとか、やっていくような感じです。自分最初からもずっと教えてもらってるんで、まあ、すごく丁寧で本当に優しくて細かく教えて仕事も、まあ、それ以外のところ もしっかりちゃんと良くしてくれる、まあ、仕事をめっちゃいろいろやってくれる人です。はい、まあ小さい大きいいろいろ仕事ありますけれども、まあ、その修理が難しい修理ですとかいろいろある時の終わった時の、まあ、達成感的なところは途中はいろいろ大変ですけど達成感的なところは楽しいなと。結婚指輪をさっきみたいなシンクに落とされたりとかしたりして、でそれを探してくれっていう時もたまにありまして、で、まあ、見つかった時はもう本当にもう大喜びで涙流してくれる方とかもいらっしゃいました。でもないもんだと思ってるんで、それを見つけてあげた時とかはすごく喜んでもらえるとこっちも嬉しくなる。